こんにちは、鉄道博士だよ。今日は JR 吾妻線の川原湯温泉駅と岩島駅の間にできた八ッ場ダムが満水になったというので、その様子を見に来ました。この線路は2014年の9月24日まで使われていた吾妻線の旧線です。この線路を115系や651系などの電車が走っていました。この先で八ッ場ダムの本体工事が現在も継続して行われているんですけれども、関係の車以外はね、中に入れないようになってますんで、左側に迂回してい、きたいと思います。はい、こちらは JR 吾妻線の旧線にありました、全国の鉄道の、トンネルの中で一番短い 7.2 メートルしかない、樽沢トンネルですね。今は全く電車が走っていませんけれども、本当に短いですよね。樽沢トンネルのある場所はダム本体よりも東側になりますので、ダムの底には沈まないんですよね。ですぐね、横を吾妻川が流れていまして、この水がですね、八ッ場ダムから放流されている水になります。濁っていますよね。先ほどの場所から少し、車を進めまして、少しね、高いところに来まして、この吾妻線の旧線がね、よく見えるところから撮っています。はい、ここ全くね、今は電車が走っていない線路跡になりますね。この少し高くなっているところがありまして、この上に登ると八ッ場ダムの本体のね、工事現場がよく見えるので、上まで上がって、見てみます。ね、満水ですよね。はい、現在いるところはですね、この河原畑地区代替地っていうね、右側の方から八ッ場ダム予定地って書いてある、本体を見ています。こちらがね、八ッ場ダムの本体になります。今はもう水が満水なんですけれども、この下にね、吾妻線の旧河原湯温泉駅があったわけです。雨の量は減ったわけですけれども、ダム本体のね、北西ですかね、の方から水がまだ流れ込んでいました。水を張る前の様子を写した写真がこちらにね、パネルで展示されていました。この八ッ場大橋を渡った先に、なるほど八ッ場資料館というのがあるので、後で行ってみたいと思います。八ッ場大橋の下もね、かなり高いところまで、水位が上がっているのがわかると思います。河原畑から八ッ場大橋を渡りまして、対岸の方に行ってみたいと思います。はい、八ッ場大橋ですね。この左側がね、本体の方になります。ここがね、もともと道があったところで、途中までね、水位が上がって、すっかり水没してますよね。で、この八ッ場大橋って長さが500メートルぐらいあるんですかね。もともとね、この山と山の間にできた吊り橋なわけなので、この橋の上っていうのは結構な風が強くね、吹いてるんですよ。なので、こういう、今日はね、小雨が降っていたので、結構ね、天気も良くなくて、風が強くて、ちょっと飛ばされそうになりながらですね、河原畑から、河原湯地区に行ってですね、資料館の方に向かうということになりました。はい、こちらが、なるほど八ッ場資料館です。
ヤンバダム基礎、建設工事のすべてがわかるって書いてありますね。で、この巨大なタイヤ、これが、建設に使った、このなんですかね、6輪の、40トンダンプトラックのタイヤって書いてありますね。40トンダンプトラックってね、普段見ないですけど、すごいなんか、どでかいタイヤを使うんですね。油圧ブレーカー、ポイントチゼル。で、これがあれですね、岩石を砕く、なんかね、装置の先についてるところなんですかね。それでは中に入ってみましょうか。こんな感じになってるんですね。ヤンバって何とかってありますよね。これあれですね、結構なんか古代から中世とか、そういうすごい昔のからあるんですね。この写真はあれですね、吾妻線の旧線のが左で、これね、吾妻線の瓦四線駅のね、すぐ前にあった昔の瓦四線の写真がありますね。で、ヤンバのいわれとかね、書いてありますね。じゃあでもこれが朝鮮範囲だと浅間山大噴火ってね、江戸時代のすごい大噴火があって、吾妻町ですかね、吾妻って嬬恋村か、嬬恋村の方にね、溶岩が流れて、多くの人が溶岩の生き埋めになったっていうね、そういうのがあります。旧瓦四線駅付近で撤去したレールですって。なるほど、こんな感じなんですね。で、なんかね、カーブのところみたいで、このね、車輪と擦れ合った左上のところが削れてね、形が、本来ね、レールって左右対称のね、断面のはずですけど、これね、左上がだいぶ削れてますよね。これが古い瓦四線駅です。もうね、ダムの底に沈んでしまいましたけれども、2014年までね、使われてた。これが廃線になった直後の様子ですね。駅舎の窓があったところにベニヤ板をね、貼り付けた写真がありましたね。ガソリン台風がね、昭和22年ですかね。これですね。で、このガソリン台風っていうのがあって、このダムの計画が、できた、この計画のね、きっかけとなったのが、昭和22年のガソリン台風であるっていうことが書いてありますね。ヤンバダムって何っていうことがありますね。ヤンバダムの目的とかね。どのようにしてできる。これあれですね、道路はさっき、通ってきた道路ですかね。ダムでね、そこに沈むわけなんで、沈んだところに住んでいた人たちを、違うところにね、移ってもらう費用とか、あとはあれですよね、道路と鉄道をね、付け替える、その工事の、ダム本体以外の工事の方が、お金がね、だいぶ使うっていうことなんですよね。で、このヤンバダムは、今回はほとんど空だったところに、大雨が降って、一気に満水になったっていうことですね。なので、ヤンバダムがね、通常の稼働をし始めれば、今回のように、一度にね、大量の水を貯めるっていうことはもうできないわけなんですよね。これはヤンバダムのところの模型です。
はい、これがね、移設された今の河原温泉駅の様子ですよね。河原温泉駅の西側に不動大橋っていう橋があります。これから渡りますけれども、はい、で不動大橋渡ると道の駅があって、で、そのこちらがですね、丸岩大橋っていうのがあって、その先、左側の方にですね、長野原草津口駅が見えてきます。長野原草津口駅で、まあ、草津温泉とか行く人はね、まあ、バスとかタクシーなどに乗り換えるという感じになってますね。まあ、この模型ね、結構よくできてますよね。まあ、スケールがどのぐらいなのかな、まあ、だいぶ小さいですよね。うん、何百分の1とかそのぐらいなのかな。ちょっとスケールが書いてなかったんで、縮尺がどのぐらいなのかっていうのは分かんないんですけど、まあでもね、今こういうふうに、まあアクションカムで、この模型を撮っていると、なんかねドローンとかで空撮したような、そんな感じになりますよね。うん、よくできてる模型ですね。うん、国交省の関東地方整備局の方が何か説明されてましたね。まあ、これは何だろう、石？あ、これは何ですかね。あ、これが建設現場で使われたものですかね。あ、このゴムみたいなのもありますよね。これがあれかな、あのダム本体を作るときに使われた部材なんですかね。ちょっとこれ、あの建築に詳しい方にね教えてほしいんですよ、まあ、土木に詳しい方。ああ、ダムの中がこうなっているっていうコーナーがあって、で、ああ、ダムを作る技術についても説明がありますね。はい、先ほどね、人がいたのでちょっと見られなかったところを見ていきます。今のヤンバとこれからのヤンバはっていうコーナーですね。はい、うん、この鉄道の付け替えの写真が載ってますね。はい、うん、あ、これあの写真、これ障害色の右側165系の新前橋電車区のね、配属であった車両が、あのモントレー色っていうね、色に変わった時の、まあ、だいぶ懐かしい90年代かな、の写真だと思いますけど、まあ、今はもうね165系全くないですけどね。うん、あー、なるほど。うん、あ、青焼き風手ぬぐいですって。青焼きってね、あのご存知ですかね。あの昔あのコピー機が普及する前はね、こういう青焼きっていうのがよく設計図とかで使われたんですよね。うん、なるほど。はい、あ、こんな感じですかね。あ、でこの床があれですね、あの関東地方の写真、航空写真なんですかね、これね。はい、利根川水系の写真みたいですね。なので、まあまあこのね、吾妻川はあの利根川の、まあ、さらに先でね、あの分岐された川ですけれども、まあ、この吾妻川の水が下流で、利根川に流れ込んで、まあ、千葉とかね、そっちの方に出ていくわけなので、まあ、関東地方の人、ね、全般に、まあ、影響があるよっていう
ことなんでしょうね。うん。うん、なるほどね。はい。あ、これは何ですかね。IHI。あ、IHI ってこういうの作ってるんですね。これが。洪水と設備ラジアルゲートっていうんですかね。洪水の時はこの右の写真のように、水を溜めるのではなくて流すっていうことなんですかね。はい、資料館を出まして、外に出ました。で、またね、ヤンバ大橋を渡って、河原端の方にね、対岸の北側の河原端の方に、戻ろうと思います。はい、またね、このヤンバ大橋は、まあ、先ほどと同じようにね、まあ、風が強いところなので、まあ、このねえ、まあ、吊り橋でね、あの 500m ぐらいあるんで、結構なんだろう、まあ、歩いてもね 500m だから、何分かかかるので、このまあ昼間だからいいんですけど、まあまあでも夜でもね、あのまあ一応街灯はあるんだけど、まあこのね、あの山ですごい人が全然いないところなんで、これ夜一人でこの橋渡ってね、あの歩いて渡ったら結構怖いんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。うん、ヤンバ大橋の看板が見えてきました。はい、この左側がね、吾妻川の上流になります。はい、吾妻川の上流がこちらですね。まあね、この台風19号の大雨で、流れ込んだ泥水がね、かなり水位が高いところまで、来ているのがね、まあ、この映像からも お分かりいただけるかなと思います。ね、さらに、先に進みまして、でこのヤンバ大橋に限らずですね、このヤンバダムに、上にかかっている3本の橋っていうのは、あの道路上、あのこの橋の上でね、車を駐車することが禁止されているので、この橋をね渡った先、北側にある、河原端の駐車場にね、車を置いてきたわけなんですけれども、まだね、対岸まで、まあ、普通に歩いても何分かかるのでね、まあ、一人、寂しくテクテクと歩いていくという感じですけども、まあね、今日も結構なんか、まあ、すごい雨が降ったってわけじゃないんだけれども、まあ、しとしと雨が降り続くような、そんな一日だったので、ね、この、青空とか全然見えずに、一日中この、雲が立ち込めてね、まあ、雲となんか霧が混ざったような、そんなね、まあ、山によくあるような、そういう天気が続いて、おりましたけれども、はい、ここから見える景色ってありますね。ヤンバ大橋494mって書いてありますね。はい。こんな感じになってるんですね。で、このね、ヤンバ大橋の北側に、国道が移りまして、まあ、左右にね、まあ、東西に、走っているということになります。この、
ね、あの今の映像のちょうど真ん中ぐらいに木ですかね、何本かもう完全にあの水没して、こうなっちゃうと木ってねどうなんですかね、これまあそのままなんか腐って流されるような感じになるんですかね。うん、はい、吊り橋のヤンバ大橋を南から北に渡っております。はい、まあね、時々車が走る程度で、歩行者は私以外全くいないという、そういうところですね。うん、まああれですかね、週末とかには観光客とか来るのかな。うん、まあ河原湯温泉がね、移設する前の河原湯温泉というのはまあ結構なんか昭和レトロみたいな感じで、古い町並みが残ってる感じで、いい感じだったんですけど、今はねどうなんですかね、なんか新しいところに移って、まあ建物も当然新しいわけなんで、まあ新しいもの好きにはいいかもしれないですけど、なんか昔の風情を楽しむっていう感じの温泉では全くなくなったわけなんで、まあこの辺を、まあ、歩いてる人も全然いないよという、そういう感じですよね。うん、で、ああなるほど、このね、こちらも、ダムのね、下まで続く道路があって、でその途中まで、ね、水位が上がっているっていう、そういう状況ですよね。はい、まあこんな感じで、494メートルのヤンバ大橋を南から北までもうすぐ渡り終えるという状況ですね。はい、まあね、このヤンバダム建設に伴って、まあ、何件くらいね家引っ越ししたんですかね、ヤンバ大橋のプレートがかかっていました。はい、これで渡り終えました。それではね、ヤンバ大橋の北の駐車場に停めてあった車を動かしまして、このヤンバ大橋を渡って、南に、行ってみたいと思います。で、ヤンバ大橋をね、渡り終わったら、先ほどの資料館のところの交差点で、右折をしまして、まあ、移設をされた2014年に移設をされた現在の河原湯温泉駅の方面にね、向かっていきたいと思います。はい、吊り橋のヤンバ大橋を北から南、河原畑地区から、河原湯地区に向けてですね、現在進行しております。前の車 BMW7 シリーズですね。はい、このね河原湯、ああこの今左に見えてきた建物が、移設をされた河原湯温泉の旅館ですよね。まあなんだろう、まあ本当にうん、まあ昔の風情も減ったくれもない感じですよね。はい、デリカ D5、 怖い顔になった、なんかね、あのアルファードっぽい顔になったデリカ D5 でした。で、ここで左ね、こうまっすぐ行けないんですよ、まだ道路つないでないんでね、曲がって、でこのこれは何でしょうね、老人ホームですかね。ここで右折をして、この辺は住宅ですかね。
で、この先で、右折をして、右折をするとトンネルがあるのかな。いやー、この乗り面もなんかね、まあ日本のなんか土木によくある非常になんかザ自然破壊的な感じのね、あの乗り面ですよね。で、このトンネルを、このトンネルもね、まあ一般道なんだけれども、なんか高速道路みたいにすごい立派な、なんか立派すぎるトンネルだといつも思うんですよね。で、ここで右折をするとですね、ちょっとした、まあ前はここ道があったんだけれども、この先の道がもうなくなっていて、でここでですね、なんでここに来たかというと、あの川原湯温泉駅に、発着をする列車が見られるからなんですね。はい、ここはね、まあ、この緑色の道路ですか、道路があったんですよ、この先まで。この下にね、降りられる道路があったんだけれども、この先が昔の移設前の温泉街につながっていたんですよ。川原湯温泉駅で吾妻線の211系電車が、上下線がですね、行き違いをします。吾妻線は全線単線なので、どこかの駅で行き違いをしないといけないんですね。それで今日は、まあ、本来はね、ここで行き違いをする予定ではなくて、この先の多分長野原草津口駅で交換する予定だったと思うんですけど、下り列車が遅れてたので、まあ急遽ですね、長野原草津口駅ではなく、河原湯温泉駅で行き違いをするということになったようですね。はい、2014年の10月1日から供用開始した、現在の河原湯温泉駅にやってきました。まあ河原湯温泉駅にね、来たのもちょっと久しぶりなので、まああんまり変わってないかな。まあこんな感じですよね。で、河原湯温泉駅は移設する前の旧線時代には特急草津が必ず停車してたんですけど、今は普通列車だけなんですよね。で、まあ河原湯温泉駅が古い駅だった時っていうのは、河原湯温泉駅で降りて徒歩数分で温泉街まで行けたんですけど、今は河原湯温泉駅と河原湯温泉の温泉旅館が離れてるんでね、ちょっと歩いていくには遠すぎるかなっていう感じのところになったので、まあ河原湯温泉の旅館に行く人は、まあ車で行くのか、あるいは電車で来た場合は一つ西の長野原草津口駅であれば、まあいつでもね、だいたいタクシーいるので、まあそこから乗るんですかね。あるいはあれですかね、河原湯温泉の旅館がなんかマイクロバスかなんか出すんですかね。で、河原湯温泉駅はスイカ使えないんですけど、この自販機はスイカ使えるので、これでコーンスープを買ってみますね。こちらです。はい、コクトロコーンポタージュです。はい、コクトロコーンポタージュと河原湯温泉駅。はい。で、こちらが、河原湯温泉駅舎がね、このレンガ色の建物ですけど、で、このね、下がホーム、黒い屋根が見えます。で、向こうがね、ヤンバーダムの水が溜まってるところが見えますね。まあこんな感じですかね。ここが河原湯温泉駅の駐車場になります。駐車場から見た様子です。で、河原湯温泉駅の駐車場からですね、車を出しまして、一つ西側の長野原草津口駅までね、移動してみたいと思います。はい、河原湯温泉駅の駐車場
出て、道路を右に曲がります。まあね、まあ、特に大雨っていうわけではなかったんですけども、まあ、2019年10月18日は、まあ、一日中、まあ、しとしと雨が降っているという状況でしたね。で、ここの、T 字路を右折で、まあ、今は T 字路なんですよ。この、ね、真ん前がトンネルになってるんで、これトンネルが道路になるんですかね、この。はい、で、この先がですね、不動大橋っていうね、ヤンバダムにはね、東からヤンバ大橋、不動大橋、丸岩大橋ですかね、ってかかってるんで、この真ん中に位置するのがこの不動大橋です。不動の滝っていう滝が近くにあることから、まあ、不動大橋っていう名前になったようなんですね。で、この不動大橋を渡るとすぐ右側がですね、道の駅がありまして、で、道の駅では食事とかね、物産の販売とか、あとはコンビニがありますので、まあ、そちらの方は自動車とかバイクとかで移動される方は便利。こちらのね、右側に映っているのが道の駅です。で、ここの交差点でですね、まあ、一旦停止をして、で、ここで、左折ですね。信号が青になって、左折をしてですね、まだなかなか青にならないかな。で、この道路左右に走ってますけれども、まあ、東西にね、国道のバイパスが走ってますけれども、まあ、ここで、信号を左折してですね、この先が高速道路のインターチェンジのような感じになって、で、国道に合流するという風になってますんで、見ていただきたいなと思います。はい、この先ですよね。はい、ここで、国道に合流をすると。で、まあ、左側になんかクレーン見えますけれども、何か施設を作ってるんですかね、ダム関連の。で、まだ見えてこないかな。この先がですね、一番西側の、まあ、3本のね、ヤンバダムの上にかかる橋の 3本目、一番西側の丸岩大橋っていう橋がこの先にありまして、まあ、この国道がですね、通っていると。はい、こちらですね。はい、今丸岩大橋で、まあ、今はね、左側にヤンバダムに溜まっている泥水が見えますよね。で、このまあ、ちょっと霞がかかっていて見えないですけど、この真ん前のね、少し霞んだ先にあるのが丸岩っていう、なんですかね、岩山ですかね。本当に、ま、丸い、形をしたところがあって、まあ、私そこを登ったことありますけれども、まあ、吾妻線の旧線、今も電車が走ってない線路跡のところがこの丸岩から、俯瞰撮影をするのにね、よく見えて、まあ、そこで写真を撮ったことがありますが、まあ、その写真を撮ったのが私がまだデジタルではなくてフィルム式の一眼レフを使ってた頃なので、もうだいぶ前ですよね。多分2001年とかそのぐらいだったのかな、あの丸岩に登ったのは。まあ、登山靴は絶対履いた方がいいです。スニーカーとかそういう靴で履くと
足をね怪我したりすると思うので、まあ、登山靴を履いて、あとは両手は滑り止めのついた軍手がいいと思いますね。まあそういうふうにして、まあ両手を使えるようにして、まあザックの中に、まあ写真を撮るならカメラ、あとはまあ食事とかね、飲み物とかを入れて、丸岩に登るといいと思います。でこの先にねコンクリートの橋が見えてきましたけれども、この橋が右側の橋ですね、吾妻線の現在の、線路の橋になりますね。はい。で、この道路のね、国道の橋を渡りまして、渡って先に交差点があるんですよ。交差点が。でそこを右折をして、右折をしてしばらく行くと、まあ、草津温泉の玄関口である長野原草津口駅ということになります。交差点はこのちょっと先なんですけどね。まあここはね国道なんで、まあそこそこ交通量ある感じですかね。はい、見えてきました。ここを右折するんですけど、信号が赤に変わりましたので、しばらくね信号が青に変わるまで待ちたいと思います。ミスタータイヤマンの お店がある、タイヤ屋さんがあるところの交差点を右折をします。この長野原草津口駅っていうのはね、現在の駅名になる前は長野原駅という名前でした。で河原湯温泉駅も、河原湯温泉駅になる前は、河原湯駅っていう名前だったんですよね。で河原湯駅時代の、駅のね柱につけてある縦長の駅名表、あれ何ですかね、放浪かなんかでできてるのかな。それはね博士の実家にね実は飾ってあるんですよ。でそれがあれ国鉄じゃない JR になってからなのかな、部品即売会で販売されてたんですよね。でなんだっけな、結構なんか人気があったので抽選で買えたのかな。確か長野原駅のは買えなかったんですよ。で河原湯駅の駅名表は変えたので、それを買った覚えがありますね。でも何十年前なのかな、30年くらい前かな。だからちょっと正確に覚えてないですけど、まあ小学校高学年だったのか中学生だったのか、そのぐらいの時に、確か高崎駅だったのか、現在の高崎シェルセンターの方、高崎シェルセンター高崎支所の方だったのか、ちょっと記憶にないですけど、まあ、確かね、即売会であったんですよ。そういうのが。なので、まあ、買い求めたという次第ですね。はい、で、長野原草津口駅に到着をしました。はい、長野原草津口駅で、車を降りまして駅の方に向かってみたいと思います。まあね、長野原草津口駅もなんか綺麗になったのかな。でこのすごい階段があって、この上にねなんかつながってる
なんだろう、橋みたいなのがありましたけど、まだ使えないみたいですね。まだ工事中みたいな感じでしたけれども、ね、左側になんかあのお土産物屋さんとなんかちょっと食事ができるようなところがあって、211系が止まってますね。はい、こちらが、はい、まあ、タクシーも、あの、河原温泉駅はね、タクシー並んでなかったですけど、長野原草津口駅はちゃんとタクシーが客待ちをしている様子があり、ね、見えました。これが、ゆもみちゃんだっけかな。草津温泉のね、ゆるキャラですよね。長野原草津口駅です。はい。で、中に、駅舎の中に入ってみますね。で、あの、台風19号の影響で、長野原草津口から先、終点の大前までは、吾妻線が土砂崩れがありましてね、あの、まあ、しばらく、その復旧工事に時間を要するということで、まあ、特にその代行バスの運転もなく、まあ、しばらく運休ということで、まあ、今日もまあね、あの、運休していたわけですけれども、まあ、長野原草津口駅はね、まあ、特急が、あの、発着する駅なので、まあ、前はね、あの、万座風口駅まで特急草津、行ってたんですけど、今は全部長野原草津口止まりになってます。で、ここはね、あの、吾妻線の駅でも珍しく、簡易型のスイカが、のね、使える改札口になってるんですよね。草津4号、改札時間は15時17分って書いてあったんで、改札のね、あの時間にならないと入れないんですかね。まあ、よくそういうのってね、まあ今あんまりないですけど、田舎の駅でね、あるんですよね。あの、私が記憶にあるのはね、あの、福島県磐越西線の磐梯熱海駅が確かそういう感じの改札だったなと思います。まあ、今はちょっともう何十年も行ってないんで、あの、どんな感じになってるのかわかんないですけど。これね、あの、私の旅スタンプ台ってありますけど、もうね、スタンプ、小中学生ぐらいの時はね、もうスタンプ帳を持ち歩いて全国の駅で、このスタンプをしてましたね。外国人観光客もいてね、なんかインバウンドでね、草津温泉ってまあ外国人にも結構有名なんでしょうね。うん、まあ河原温泉とかはね、ちょっとマイナーすぎて、なんか外国人観光客に知名度多分ほとんどないんじゃないかなと思いますけど、こちらがね、まあ、JR バス、関東のバスですね。はい。まあね、今日はこんな感じで、ヤンバダムのね、関連の動画をお送りしてきましたけれども、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、台風19号の被害でね、万座風口駅の近くで、JR 吾妻線の線路内に土砂が、ね、土砂崩れで流入をしまして、まあしばらくはね、あの、長野原草津口から終点の大前までの間で、まあ普通ということになりますけれども、まあ早くね、全面復旧してほしいなと思います。で、このね、あの、長野原草津口駅のこの、こちらのね、白い大きな柱がありますけれども、この階段を上がって、上に行って、向こう側に渡れる橋が、完成して渡れるようになったら、ちょっとね、この橋の上から、ね、鉄道の動画でも撮ってみたいなと思いますね。はい、これは、これあれですね、あの、先ほど言った、ヤンバ大橋ですね。ヤンバ大橋のすぐ下に、この JR 吾妻線の9線の橋と、ね、あの、国道、もうね、あの、バイパスに移る前の国道の橋があったわけですよね。で、今日はね、ヤンバダムの
東側から西側まで一通り見てみたと思うので、まあ皆さんのね、お役に立てたと思います。まあヤンバダムがね、まあこれだけなんだろう、全国的に話題になるっていうのもまあかなりね久々なんじゃないかと思いますよね。うん。でまあ群馬県のね温泉の中でやっぱり一番人気があってまあにぎわっているのは関越自動車道の渋川伊香保インターチェンジから近い、伊香保温泉になります。でここはね草津温泉っていうのは高速道路から降りてからだいぶね時間がかかりますし、あとはまあね鉄道で来るか、あるいはまあ、東京などからね高速バスもあるようですけれども、まあそれなりに時間がかかるんでね、あんまりなんだろう昔ほど人が来てないのかなって思ってましたけど、まあでも先ほどね長野原草津口駅に行ってみたら外国人観光客のまあ中国人の方なのか台湾人の方なのか分かりませんけど、まあ東アジア人と思われる方がいらっしゃったのでね、まあ草津温泉もまあインバウンドの需要をうまく取り込んでね、なんとかうまくいってほしいなと思います。で、この道路の橋を渡りまして、左側のね、コンクリートの橋が現在の付け替え線のね、まあ、移設をされた吾妻線の橋です。先ほど通った橋をまた渡りましてね、高崎の方に、帰っていきたいと思います。本日はね、47分を超える、結構な長い、動画となりましたけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。鉄道は最高のエンターテインメント。鉄道博士、チャンネル登録よろしくね。